カドマン&中目黒のこれ知ってる。まあ、早速始めたいと思います、はい、この番組の企画コンセプトは、はい、大塚カドマンと中目黒目黒がカリータアプリを紹介する番組です、はい、さて、うん、今日のアプリは一体何でしょうか。今日はね、はい、リンボっていうゲームで行こうかなと思ってます。リンボ、はい、リンボってはい、デンマークのインディーズメーカーが開発したタイトルなんだけど、もともと Xbox 360 の配信用タイトルとしてリリースされて、はいはい、アップストアに移植で、もう移植されたっていうタイトル、うん、はい、Xbox 360に出た当時実はすごい話題になったんだよね。そうですね、なんか童話の世界みたいな、うん、白黒のすごい雰囲気ある画面でありながら、うん、こんなゲームなのってことで、うん、実は当時も結構遊んだんだよ、ね、そう、これ知らないわけでしょ、ゲーム業界にいるくせに。僕の耳まではちょっと届かない。マジ、あ、俺らのちょっとマスコミとマスメディアとしてのちょっと力不足でしたね。それがまあなんと、まあいいから先にやろう、うん、はい、やりますか。、はい、やりましょう。今日はじゃあ僕がプレイできるということですね。これね、初見の人がやったら絶対面白いと思うんだよね。じゃあ早速、うん、はい、リンボやっていきますよ、うん、ちょっとかっこよくない、このロゴとかも。なんですぐそう言っちゃうの。もうちょっと何の考えもない、ね、味わっていこうよ。かっこいいっす。見てこれ、これこれ、お、なんかちょっとザラついた感じの。そう、これ動くんですか、もう。ほら、お、なんかいた。お、願いしてます。何これ、待ってました。あれ、夢の世界、夢から覚めたら幽体離脱。なんでそういう崩すようなことやるの。この世界と全く合ってない。お、歩き出した。もうね、お、 BGM とかないです、うん、環境音しかないです。そうですよね、音ないですよね。足音が逆に目立ちますね、うん、これほら、なんだこれ。これ行ってみようぜ。そう、おお、軽やかな。あ、なんでかわいそうなことすんだよ。ヒヤッとするじゃん。なんで今あったろ、罠が。あ、怖え。よい、ただジャンプしただけやわ。あ、すごい、斜めに上にフリックするとジャンプする。そうそう、お、これ押せそう。お、よく気づいたね。押せそうだけど、逆に引っ張ってみ。引っ張ると、あ、できた。ほら、そうすると、これを残れるようになる。お、危ない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 。これジャンプして縄ですね、うん、そうです。本当に何も説明ないですね。ないです。はいはい、ちなみに妹を探しに行くっていう設定、俺も最後まだエンディングまで行ってないんだけど、よいしょっと。怖い怖い、これ落ちても大丈夫。予測しろよ、もっと。こっちか。そう、こっちだ。だから仕事でもね、予測でして動けないとか言われる、ね、何をおっしゃるんですか。今リンボの話してください、リンボの話。あ、それでよく岩田が事故ったってスカイプが来るんだな、目黒くん。ほら、これだ、事故った。なんでもっと慎重にいかない。ジャンプ、よーし、あー、いけた。ナイス。これは妹を探してるんですよね。ここはどこですか。知りません。森ですか。お、乗っちゃった、乗っちゃったよ、これ。これねーです、乗っちゃったけど進んでるわ、うん、これだけ見るととても残虐な、ね、絵があるゲームとは思えないけどね。まずそこで衝撃を受けますからね。そうそう、ついた、ついた、早く。なんでそんなせかすんですか。やめてくださいよ。判断が遅いんだよな。どうすんの、くそー、どうすんの、頭使って。どう考えてもいけない段差だろ。どうすんだっけ、そういう時は。お、お、おー、すごい。おー、こいつすごいな。いや、俺か。お、登って、いいね、ジャンプ、いいね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 、どうぞ。
登ってここまでで、はいはい、ナイス、よー、細かいですね、本当に。このちょっとあの埃というか砂が落ちたりする表現がね。そうですね。でもさ、あれでしょ、あの操作しづらいってことはあんまないでしょ、これ。そうですね、これすごいでしょ。うん、だから慎重に行ってね、影しかないからね。うんうん、そうっすよね、ほんとモノトーンしかないですもん。うわうわ、これは、これは誰ですか、これ。何が待って、妹ゲーム終わっちまうじゃん。妹だったら終わりじゃねえかよ。臭いわ、匂い感じますよ。感じるよね。あバカも、うわバカ、これ今完全にこれ目いっておっしゃー、来た。でもさ、これってなんで垂れ下がってるかっていうと、まあ、うん、彼の揉みもあるんだけど、あの物体が邪魔なんですよ。はいはいはい。その 物体を取るためにどうすればいい？いや、この下に仕掛けて、うん、そう、うん、こんぐらいでいいですか。いや、もうちょっとお前 B 型違います。もうちょっとピッチリこい。ゼロか100かじゃない。あ、できた、できた、できました。あ、なんで受け止めすんの。わざとだろ。違うんですよ。真面目にやれ。よしよし、もうそれでいい。もうあれですよね、デートしたらすぐ告白するタイプです。ほんとまだ分かったんですか。俺来たー。おっ、どうぞ。誰、これで上に上がってブラブラしてみ、ブラブラ。おお、ほら、ハンドつけた。これちょっと下がっちゃってましょ。よいしょ、よし。おー、なんか見ててもあれですよね、うん、応援したくなるというか、普通に面白い、うん、見てるだけで。お、結構ダッシュ順調だね。順調、来た。なんだこれ。これね、この子ね、水にも弱いから。なんだこれ、木の箱。岩田だとここで止まっちゃうんだろうな。そうっすよね、発想が。なんか違う、ヒントを見逃しすぎだな。あじゃあこうやったって無理だから。上にフリックしたから。なんで泳ごうとしてくれない。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと戻って。え、こっちどっかにヒントがないか、ここに。これロープ、ロープですか。おう、お、あれロープ、あれどうやって、どうやったらいけるんだあれ。ロープ？勘が悪いっすね、こいつ。あ、わかった。お、お、持ってくるんだ。知ってた、これ一人で見っけないといけないんだよ。これ無声のホラー映画見てるみたいだね。そうですね、一番怖いタイプですよ、これ。そうそうそう、なんてこの野郎。ブラブラ。え、今本気？わざとやってるの？今本気？ちぇちぇちぇ、いつでも真剣ですよ。それが僕の取り柄じゃないですか。あへっ。あへって。早く。あ、こうやるのか。よし。あら、よし。ナイス。そして。危ない。あぶね。危ない。そして、いや、あっち行けます？行けるっつうの。あ、行けた。いいね、いいね。からの、あ、行けた。いいね、いいね、いいね。なんでジャンプするの、そういうところ。あ、怖い。そして、あっと、これは、これはどうにかなりそうだぞ、これ。ジャンプ。おお。立派。これ気持ちいいね。さっきの湖に今木の橋がかかってるから、ふぅー、ふぅー、ヤッホー。やると思った。
あれ大丈夫なんだ。高さ以外の意外とできたんだ。高さは強い。おおすごい。でこれを今度押して、うん、いいね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 。おお、いけるか。おお、いけんだね。おお、いけるとこなかった。あ、あ、ちょっと見てください。これ上、うん、ありますね。なんかあるね。まあでも、まあね、上には関係ない。まああ、ちゃ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 でっか、なにこれ。これ、ちょうちょ探し行けよ、早く。いや、これもう完全に足見えてますよ。え、見えてる？枝かもしんない。これ違いますよ。なんだ、おい。お、うわ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 、無残。ここら辺で、うん、今日は終わりにしましょうか。いやいやいや、ちょっと気になるじゃないですか。どう、どうでした？やってみて。いや、これ面白いですね。面白いでしょ、うん、はい、珍しく継続して遊びたくなった。今まで1個もやってないからね。そうそう。いやいや、でもリンボーっていうゲームの特徴というか、はい、こういうゲームだっていうのは、うん、これだけでも十分伝わったんじゃないか。そうですね、うん、やっぱまさかあれですね、このゲーム、うん、やっぱ iPhone の中に絶対残しておきたいアプリですね。え、なんか間違ったこと言いました。このリンボー、はい、ぜひ皆さんもちょっと楽しんでみてください、うん、じゃあ今回また次回もこれ知ってる見ろよ、リンボーダンス。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。次次、はい、左上にチャンネル登録があるので皆さんぜひ、それその前だろ、チャンネル登録をしてくださいね。そういうことしないとね、やばいからね。